今日は聖光学院の高中一樹主将などが内堀知事を訪れ、甲子園出場を報告しました。高中主将は決勝戦での激闘を振り返り、甲子園に向けてこの期間が勝負、がむしゃらにやっていくと話しました。これに対し内堀知事は、県大会の反省と自信を持って甲子園に挑むことを心強く思っていると激励しました。いろんな方の支えがあって、こうやって、ね、自分たちが甲子園に行けると思うので、でもここで本当にやっぱ最後の最後まで、やりきって、絶対に応援しています。夏の甲子園は来月3日に組み合わせ抽選が行われ、来月6日に開幕します。